するわけねえだろ。こんなオープニングでチャンネル登録者増えたら苦労しないわ。でこんなオープニングしてたらね、最近こういうコメントもらったんですよ。実家に帰ったような安心感。誰が帰るんだこんな実家に。帰って親とか兄弟がうわっほーって言ってたら絶対帰れないでしょ。まあ味方を変えるとすげえ賑やかな家族かもね。ということで今日もトロールコースと一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコース、シュレックススワープかっこトロールバージョン4ということで、シュレックの沼地っていうことなんかな。まあシュレックって言ったらあの映画のシュレックだよね。その映画の舞台をイメージして作られたみたいだ。それだったらすごい楽しみじゃない。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.09%。 まあシュレックの映画僕見たことないからわかんないんだけど、確かアベンジャーズに出てくる緑色の筋肉ホリホリのキャラクターだったよね。いや合ってるかな。もし違ってたらすげえ恥ずかしいんだけど、今日は開幕何も襲ってこない感じだね。多分このドアに入ってからスタートっていう感じだと思うよ。ちょっと心構えしておくわ。ちょっとごめん、ビビって逃げてしまった。あのオンオフをしてこいってことか。いやこれ引っかからなかっただけまだよくない。そしてここで右に開幕石尾やし。いやこれすごくない、扉に入るじゃん。で何もしないで扉に入り直すと誰もいないのよ。でもさ、オンオフをすることによってバネとドスンが襲ってくるみたいだ。これマジどうやって作ってんだろうね。ぜひ教えてほしいぐらいだよ。そしてここでオンオフをして右に行く。何も襲ってくるんだ、分かってんだ。何かいることは。鉄球、この鉄球が左に行ってるけど、なるほど、もしかして左に行けってことか。いやこれ上届かないかな。頼むマリー届かせて。なんだその隠しブロックは。さあドッスンよ、左に行きなさい。このバネを押し続けたら多分いなくなると思うんだよな、ドッスンって。さああと何回だ、1回か2回か。いってらっしゃい。そしてここでオンオフをして鉄球を出させてもらう。そしてもう一回オンオフをしてさっきのところ戻るんだけど、もう一回鉄球出してきそうな予感がするんだよな。絶対そうでしょ、急に襲ってくるみたいな。あオンオフで隠れてんだね。ニヤニヤしてんだよ。ちゃんと教えてくれ。さあ次に行きますか。そしてピースイッチ叩いていいのかい。一旦叩いてみようか。ほらこれさ、左上の声の場所めっちゃ気になんない？ツタが出てくるみたいな、そんな感じ。あーなるほど、ただの金魚ね。ビビらせやがって。あいつ出現率めっちゃ高いよね。まあまあ可愛いとは思うけど、じゃあ次のピースイッチの場所行かないでよかったよね。だからこのまま一旦右に行ってみようか。そしたらピースイッチが発動するみたいな。あ、なんもなんないな。じゃあここはピースイッチを踏むと見せかけて一旦右に行く。あーなかなかやるじゃないか、制作者さんよ。じゃあここはジャンプしてすぐ右に行ってこのPドアに入っていく。さあ次の場所は、ここは何もしないでよかったね。こんな右の針の場所に引っかかる人なんているの、今めちゃめちゃ危なかったな。いらないことすんなピオキング。じゃあここは降りていこうか。降りていくで合ってんのかな。あ、これ乗っていけってこと。いや無理、ちょっと邪魔すんだって、邪魔すんだー。ドクルマン、じゃあすぐ乗るわ、あのクッパクラウンに。ここで出てくるのは分かった。そしてちょめちゃめちゃ速いな、上のブラッパー。真上に乗っておいたら大丈夫なんじゃない。ここだったら何もしないで乗れるみたいな。乗れないのね、いや無理。オッケー危ねえ。間に合いました。そしてここは右側のあのシーソー、すげえ怪しいな。ちょっと待って、ピオルナピオルナ、これが本当のピオキングだね。そんな名前の由来でいいのかピオキング、すごく弱そうだぞ。じゃあここ下行ったら針に当たってさ、ピオったからすぐ右にダッシュしてジャンプ、それでいいよきっと。そしてここは上に行く。集中するんだ、見てろ俺の集中というものを。慌てる必要なんてないのさ、ここはゆっくりと行こうじゃないか。先に砲台を落としておく。そしてこの隙に上に行く。よしよしよし。いやこのバネは何だろう、4つ設置してるけどどういう意味があるんだろうね。ここはつららうよ、早く行く、何も来るね。いやあのバネさ、邪魔してるように見えるでしょ扉を。でもね僕一発マリオでやったことがあって、バネってさ押した時に引っ込むじゃん、その瞬間にドアに入ることができるんだよね。ちょっと見てて、うっそぴゃーん。なんか今すげーうぜえやついなかった。じゃあここはバネより早く扉に行くとゴールポイントがあんじゃねえか。ゴールポイントってなんだ。中間ポイントだよ、この上は何もない。じゃあこの土管に入って進んでいきますか。無事中間ポイント何事もなく取れましたね。そしてここはキノコ取ったらいけないような気がするんだけどな、絶対これまでだと思う。右は
いや、あのドアも気になるな。ちょっと先ドア入ってっていい？まあ、中間ポイント取ってるし、心の余裕はめちゃめちゃできてると思ったら、なんだこの知りたい気みたいなやつは。あ、まあ、全然簡単なんじゃない？たぶんこの上のテレサに当たっていられろって感じでしょ。まあ、そんなに難しくないで、ね、たぶんこうやって上で、いやちょっと待って、このフラワーが邪魔だな。頼む、フラワー来ないでえ、フラワー無限増殖系。待って、スターまで来たらちょっとまずいって。スター来んな、スターだけは取りたくない、スターだけは取りたくない。まあ帰るまで来ました。もうやめて、頼むって。もうこれどうするのがさ一番いい攻略法なんだろう。もう帰る出過ぎだろ。ちょっと待って、マジで集中していい？やべえ、スターでテレサ倒してしまった。あ、針に当たることもできんのか。頼む、あと1回、あと1回でいた。くっそ、もうやめてよ。頼むって、こんなことしてたらさ尺が長くなっちゃう。そしてテレサちゃんは倒したらいけないんだって。テレサ倒すとさあんまり当たれなくなっちゃうから。よし、アイテムがないよ今。あんまりアイテムがないよ今の時に当たりまくるんだ。頼む、オッケーオッケー。そしてこのフラワーを返していく。やった、知りたい救命士を食べるな。めちゃめちゃ疲れた今の。もうさ一回やられるまで喋らないでいいんじゃないかな。もうやだやだ、キノコ取ったらいけなかったのね。キノコ取ってしまったからまたこの死に待機をしなくちゃいけないのね。ではもうカットするね。さあ、ここはキノコを取らないで先に進む。それであのボム兵が壊れるんかな。ちゃんと壊してくれる？これキノコ取ることによってなんか変わんのかな。あー、なるほどね、上にボム兵が出てきてくれんのか。でもこっから先どうするかだよな。もう一回叩くみたいな。え、ちょっと待って、マジわかんねえ。キノコ取ってきたらダメで、このボム兵が壊れない。あー、わかった。なるほど、上の勝ち喜びは叩かなきゃよかったんだ。じゃあまたここしなくちゃいけないのね。お願いも勘弁してくれないかな。本当にきついんだよこれ。この声キモすぎ。キノコ取らない、そして上の隠しブロックも叩かない、それでここにボム兵が落ちてくるんだ。そういうことだろう。そして右側のブロックを壊してくれると。もう疲れたよ僕。めちゃめちゃ疲れた。あの死に待機を3回もしてるさ。ここも違うとかそういうことはないの？ノーエンド、終わりじゃない。分かってんだよそんなことは。まだまだ先は長いということは分かってんだ。さてここは僕何もしない。あえて十字キーを置いてみる。十字キーじゃない、コントローラーを置いておく。ちょっと待って、あのキノコ様取らなきゃいけない、そういう気がするよ。いや違うんだって。いや怖くない？このキノコってさ結構簡単に取れるじゃん。だから取ってしまうとささっきみたいになるみたいな。いや絶対取らない方がいい。なんで今回取らないでいこう。怒るよそろそろ僕。もうこのコースプレイヤーのおちょくり方が半端ない。もうストレス溜まってしまったら車の方が行こうかな。営業の人にマリオしてたらストレス溜まりましたみたいなさ。平常心でいこう。そう、喋りもゆっくりと穏やかにやっていこう。そうすれば心の余裕を持って進めるはずなのさ。このタコが、そもそもよあの扉は何なの？ちょっと入ってみていい？すごく気になってきた。もう何回もここでやられてる。あ、死に耐久っぽいな。なんかそういう感じだぞこれは。出てられればいい感じですかね。P スイッチの音が鳴りやんで、あ、左下に、あ、こっちが正解。あ、そういうパターンもあるよね。いや笑えないから、マジシャレになってないから。人をバカにするのも大概に正解。全然進まないこっから。いい加減にして、編集でもどうにもなんないレベルなんだから。じゃあ2匹通り過ぎた後一番右、もう落ちてくれないと危ないから逆らえよ。真ん中で落ちてくるとかそういうことはないよね。そしてここでつららを落として下に行く。さあ下の土管に入っていきますか。まだまだチェックポイントないと思うんだけど、おーあったあった、取らせてくれる。よしよしよし、邪魔なんだよこの石足が。今までのストレス全部飛ばしてくれたかもしんない今の石足が。これはキノコ、まあ取ることはできないよな。じゃあ下に行ってみようか。下に行けないね。あれ、ここどうやって行くの？
やられることによってなんか変わってるかもしんないね。ということでやられてきました。ここで何が変わってんのかな。わかった、ここでパワーブロックを持って石エッジ倒したらいけなかったんだよ。そこで何か変わってるはずなんだけど、ここで投げてみる。あれわかんねえな。絶対ドッスン倒すところまで合ってると思うんだけどな。ちょっともう一回やってみる。もう一回ドッスンをやっつけて、そしたら、あ、右上葉っぱが変わってるね。そしたらこれも葉っぱが変わってるみたいな。あー、なるほどね。キノコ状態のまま右に画面スクロールしたらいけなかったのか。そしたらこれが葉っぱになって先に進めたっていうことだね。そしてここでボム兵を壊してもらって、ハテナブロック叩いていいのかい。いや絶対ブラパが出ると思う。先にあのブロックを壊しておこうか。そして右が壊そう。絶対これブラパだよ、見てて。分かってんだよそんなことは。そしてここは右か左か。左叩く。オッケーオッケー。これはあーどっちでもよかったのね。けちびになって先に進めとか、そういうこともありますね。先にブロックを壊すからのこの針に2回当たってちびになって進んでいこうか。いやこのコースのゴールマジで恋しい。久しぶりだね、こんなに恋しいって思ったのは。ここは右にラッシュしていく。どうしようか。まずさ、下のブロック、あはー、ここは鉄球が出てきたってことは下に行けってことかな。一旦このまま右に行ってみる。鉄球が出てきて、もう一回バネに跳ねない。あ、ここオン変わんないのか。ってことはもう下に行くことが必然なんだね。左行こうか。左を僕信用したいと思います。頼む、こっちで当てて。どかんか、どうか。カエル？え、熱っ！え、これアイテムはマジで熱いね。で、このカエルを取って右側に行こうか。多分ね、こっちだ。こっちもカエルかな。あ、どっちもカエルなんじゃねえか。じゃあ左のドアはいけないからこっちに行こうか。そしてここでもう一回バネを持って行っていいの。このバネちゃんと役に立ってくれる。わざわざ持ってきてるけど僕。ゲロゲロ。じゃあここはアイテムを取らないでこの土管に入っていこうか。それで先に進めたよね。さっきアイテムを取ることによって先に進めなくなってたんだけど、ここでやられました。さあここでバネを持って、なんか殺伐としてんな。また鉄球が出てきましたわ。ここちょっと難しそうじゃない。なんかめちゃめちゃ敵いいんだけど。一番左にジャンプして、そして次はあのカエル取ってっていいのかな。あぶねえ。よし、あぶねえ。あのスタッカーだ。一生毒で場に使ってろ。今度はカエル取っていくよ僕は。合ってる合ってる、カエル取ることが合ってるね。そして右か左か、なんかちゃっちゃちゃっちゃ言ってるな。ボム兵かなんか、やっぱりいたね。右の土管はまだだっていうことですかね。これは一旦投げて投げて投げて、よし、オッケーオッケー、バネ共に行こうじゃないか。よっしゃ、中間、中間、中間ダメだよ、中間取ったら。ちょっと待ってくれ、何が変わってて、さっきと違うパターンが。てかさ、ずーっとバネ持ってきてるんだけど、このバネいるのかな本当に。じゃあ右は開くかな、右のブロックは。右のブロック開かない感じか。ってことはこの赤い土管に入っていけばいいと思います。さあ次はなんだ。ゴールだ。ちょっと待って、隠しブロックは内容だ。普通にゴールさせてくれんのか。オッケー、上から何を降ってくるっていうこともなさそうだしね。いや、ここ隠しブロックありそうだな。どうなんだろうね。ちょっと叩いてみる。片っこぐらいだったら、あー、やった。ってことは斜めからジャンプしろってことか。ちょっとバネどっか行って。ここやったいや、これめっちゃ鬼畜だったね。C 体験がやばい。本当にあの C 体験だけはみんなにも経験してほしいね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。一発マリオナンバー195ということで、またこのスーサスさんがとんでもないコースを出してました。砲台がレールの上に、そして階段状に作られてるんだけど、これさ、そんなに難しそうに見えくらい。ゴール条件もないし、砲台を登ってって右上のゴールバーに触れっていうことだと思うんだけど、なんでこんなにクリア率が低いんだろうね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.55%。 いやー、初めてしまった。まためちゃくちゃなコースなんだろうなきっと。とりあえずまあ見ていこうか。どんなコースなんだろうね。ちょっと待って、これ絶対狙っちゃうやろ。ここ確かめるの絶対狙ってるやろ、この制作者さんさ。いや面白いね、上等じゃん。まあとりあえず左に逃げていこうか。そして時間は10秒しかないね。でこの砲台を登っていけっていうことなんじゃないかな。この大量のキラーさえかわすことができれば全然余裕でクリアできると思うんだよな。ここでジャンプ OK。 そしてちょっと高くないですか。
めちゃめちゃ高くなかった？あ、なるほどね。どんどん上に重なってんのか。いや、これ絶対無理だよな、あの上に行くのって。左から行けないんだろうね、きっと。だからここでタイミングよくジャンプして、あの砲台とキラーの間を抜けるみたいな。多分それで右側に行くんだよ、きっと。ちょっと見ててね、マジで集中するわ、このタイミング。ベイ、ちょっとガチで集中するわ。キラーが抜けた瞬間すぐ上にジャンプ、ジャン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 。ジャンプ買った、今週の希望見えてきたよ。右に抜けれるっていうことは分かった。オッケー、来た。そしてここから右にゴールすれば、なんかバーがあるよ。バーが、バー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 じゃー。狂ってんだろ今日の実況、大丈夫か。じゃあここはバーがあるから上に行けってことだね。そしてこの針長くないかな。はっけ、はっ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 。針が思ったより長い。普通に右に行けばゴールできると思ったんだけど、もうこれはいいんだってさっき見た。いや、これマジむずいよ。見た目はさ、難しそうに見えるでしょ。その見た目のままマジむずいで、このタイミング。そしてこっからヒップトラップ、もったいねー。でももう分かったね、行き方が。さっきのヒップドロップさえうまくできればゴールできると思う。だからここで乗るからの、乗るからの、乗る。ダメですわー。舐めるな。こっから僕の集中モード、みんな見ててくれ。ヒップドロップして頼む。いいとこ、綺麗な整列。なんかさ、毎回キラーの出すタイミングが全然違うんだよな。だからそれによって行きにくいみたいな。あ、乗れんじゃんここ。もうそれさえ分かれば簡単だよ。見てて、ここで右に行くでしょ。で、砲台に乗る。やべえ、スピンしちゃった。スピン、スピン、スピンで行けちゃったな。でもこのまま時間が足りないませんハハハハ。時間が足りないませんってなんだ。こりゃコースさえ分かれば時間なんてそんなにかけてられないね。だからここで砲台に乗るからの、このキラーに乗っていけばいけるんじゃないのかな。そうでしょ、のび太くん。なんか今汚いドラえもんいなかった。汚いドラえもんの力を借りずにこのコースをクリアしていきたいね。さあ、ここでジャンプ挑戦、来た、いけー、やったー。難しかったよ、本当にこれ難しかった。スーザンさん、もうちょっとだけ簡単にしてくんないかな、サムネ映えしてるやつで。いや、でも本当に素晴らしいコースで楽しませていただきました。どうもご視聴ありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。